タリアからこんにちは。春菜ピアニストチャンネル、ピアノ演奏アドバイザーの春菜です。チャンネル登録がまだの方はこれを機会にご登録いただけると嬉しいです。画面右下の登録ボタンよりご登録いただけます。また動画が配信された時にお知らせ通知を受けたい方は通知もオンにしておいてください。いいねボタンはこのチャンネルの高評価にもつながるので押していただけると嬉しいです。さて今日は私が辿ってきた音楽教育の道のりについてちょっと一部お話ししたいと思います。きっと日本の音大や音高はこんなところだよって話されてる方いらっしゃると思うので、ヨーロッパの中でもイタリアの音楽教育がどんなものであったのかお話ししていきたいと思います。私が留学したのは15歳の時なんですが、もちろんそれまではちゃんと日本で音楽教育を受けていました。どこで受けていたかというと、東邦大学附属の子どものための音楽教室という音楽教室に幼稚園の年長ぐらいの時から通ってました。この音楽教室には本当感謝しかないです。ソルフェージュはもちろん、聴音なんかは中学生の時にはもう4声の聴音をしていたので、イタリアの試験は楽勝でした。とりあえずイタリアでは4声の聴音なんてやるとこはないです。3声でもないかな。だから割と国立音楽院の同級生にもすごい面白がられました。え、この和音全部わかるの？この和音、この音当ててみてとか、とにかくなんか実験材料みたいな感じで扱われた記憶があります。それだけ絶対音感が意外と珍しいのがリアルな話です。日本では割と絶対音感を育てるなら小さい頃からっていう風潮があったと思うんですけど、確かに小さい頃から訓練積んで絶対音感私ありますが、役に立つかどうかって言ったら、もしかしたら疲れる方が多いんじゃないかなっていう気がしますね。なぜかというと、日常の音とか音楽とか耳に入るものすべてこの音の名前にしようとしちゃうんですよ。でもすべての音がこうピアノで聞こえてくる音に当てはまるとは限らないじゃないですか。だからその中間の音とかになるとすごくイライラするんですよ。音の名前としてこう言えないイライラ、まるでなんだろう、ぴったりの言葉が出てこないモヤモヤみたいな感じですね。あとコンサートとかに行っても音楽が流れてくると、どうしても脳内で楽譜を作ってしまうっていう癖はできてしまったので、純粋に楽しめなくなってしまったっていう意味ではネガティブな面もありますね。で、実は絶対音感がつかなくても相対音感っていうものがあれば、まあ実は基本問題ないんですよ。相対音感っていうのは、まあ、移動音とも言われてるんですけど、結局音程が大事になってくる。だからドからソまでだったら5度、じゃあファからだったらファからファソラシド5度っていう風に、どこに移してもちゃんとその音程、まあこう音楽が描くグラフ通りにこう沿っていける、それが結構大事だったりしますね。絶対音感があるがゆえに、例えばチェンボロなんていう昔の楽器を当時のピッチで設定してあると音が全部ずれているので弾けないっていう風になってしまう、まあ、だからまあ基本的に現代のチェンバロではちゃんと現代のピッチに移動できるようにもなっているんですけど、なので必ずしも絶対音感必須ではないです。で、中学を卒業して、まあ、3日後ぐらいだったかなに留学したんですけれども、その後受けることになった国立音楽院の試験っていうのが、とりあえず5年生までの試験を全部受けて6年生に特別編入っていうのが一番いい手じゃないかって言われて、それを準備することになったんですね。ピアノは当時10年生で、まあだいたい8歳9歳ぐらいから入学して、何年かかけて、必ずしも5年とは限らないです。どちらかというと 1,2 回留年するのが一般的な形でした。で、5年生の試験っていうのが実技の試験で初めてあって、で、その実技の試験を受けるには、でもその前に音楽理論、ソルフェージュ、超3つのこの試験に合格していないと受験資格がもらえないんですね、実技試験の、まあ、なのでそれらも準備することになったんですが、まず音楽理論はこれぐらいの本を全部読んどいてねって感じだったので、そんなに大量な感じではなかったです。まあ、東邦の音楽教室で学んだことを基本的にイタリア語に覚え直すぐらいでした。審査員の先生5人ぐらいと、まあ、受験生1人に対しての口頭試験なんで、ちゃんと本当に理解してないと受からない、そういう試験です。なので、例えば何々連符っていうのはどう弾くのかっていうのをピアノではなく口でちゃんと数学的に説明しなきゃいけないっていうのはすごくいい勉強になりました。で、日本でやってなかったことが一つだけあるんですね。それはスピークソルフェージュ、要は歌わないソルフェージュです。
これがね、まあ、イタリアの独特なやり方だと思うんですけど、お経みたいにリズムを取りながら音の名前をとことん読むんですよ。ドオレエミイファアソラシドみたいに、その何々連符もちゃんと一拍の中に入れられるか、それがスピークソルフェージュ。そして実はこのソルフェージュ、イタリアのちょっと音楽やってみたいなっていう子どもたちから大不評の項目なんですね。だってね、ちっちゃい子供だったらソルフェージュ楽しいけれど、小学校高学年とか中学生になって、このお経みたいなとにかくリズムを読むソルフェージュが楽しいわけないじゃないですか。でもそれをやらない限り実技の試験すら受けさせてもらえないっていう、そのソルフェージュトラウマでピアノをやめた、バイオリンをやめた、楽器をやめたっていう人たくさん聞きます。それぐらい初めて触れる人には拷問のようです。でもう一つ、ちょっと難しいなと思ったのは、こう記号がコロ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 変わるソルフェージュで、これは歌うソルフェージュなので音程ももちろん大事になってきます。ただね、これ低音記号と平音記号だけじゃなくて破音記号も出てくるんですよ。でこの破音記号っていうのは1個だけじゃなくて移動するんですよ。こういうふうに記号の名前っていうのは必ずその頭につく文字が音の名前ですよね。その記号が始まる線が何の音かが大事になってくるんですけど、トン記号だったら書き順最初のこのここですね、ここがソのラインだからハニホヘト、トから始まるよっていうのでトン記号。ヘ音記号だったらこの最初のくるくるですね、この丸がファのラインから始まるからファはハニホヘ、ヘで始まるからヘ音記号で、ハ音記号はこの C みたいになってる2つの中間、ここのラインがドになります。でソプラノ記号やバリトン記号のように歌手の人の、ね、音域がうまくカバーできるように作られているものです。まあ、他の楽器でも使うことありますけど、なのでね、これがスラ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 読めないといけない、どん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 変わっていく、これ結構難しかったです。で長音はめちゃめちゃ簡単でした。これは本当にね、東方の音楽教室に大感謝です。でその学科試験に、まあ、めでたく合格できて実技試験を受ける資格がもらえたんですね。で数日後に実技試験となって、で実技試験は10点満点中外部生は8点以上を取ると入学試験が免除になるんですね。で特別入学っていう形になるので、まあ、幸いにもその枠に入れたんですが、この5年生修了試験っていうのもなかなか癖のあるものでした。外部受験と内部受験両方とも可能なんですが、外部生はトラディショナルプログラムというものしか受けられないんですね。選択がない。このシステムはもう現在ではないんですが、その当時のプログラムとしてはまず音階前調、そしてこの前挙げた3度6度半進行の音階、これ全部前調。当日審査員の先生が何調を弾いてって言われた調とその平行調を弾く。なので4種類かける2だから全部で8個音階弾くことになりますね。そしてエチュードが10曲、この10曲っていうのも大体ツェルニーやリストの作品1のエチュード、あとはポッツォーリの中級エチュード。ポッツォーリっていうのはイタリアの作曲家なんですが、すっごく綺麗な曲が多くて有名です。以前ミケランジェリの卒業試験の審査員にもいた方です。で、まあ、その辺のレベルから10曲で当日9時でどれを弾くか決まる。そしてイタリア人のバロック時代の作曲家、まあ、スカルラッティ、チマローザ、ガルッピ、その辺のソナタを3曲、そしてバッハ、バッハはシンフォニー3曲、そしてイギリス組曲2番と3番全部で、この分け方っていうのがなかなか面白くて、シンフォニー3曲好きなものを選べます。そしてイギリス組曲の2番の前半、2番の後半、3番の前半、3番の後半というように5つのグループにバッハグループが分かれるんですね。でこの5つの中から9時でどのグループを弾くか決まるという内容です。これもドキドキですよね。全部弾けてないといけない、でも当日弾くのはどれか分からない。この辺からはちょっとね、覚えてないので見ながらいきます。古典いきます。古典のソナタはモーツァルトかクレメンティ、もしくはベートーベンの5番6番、10番、14番、24番の中から1曲。もちろん全楽章です。私は月光のソナタを選択しました。ちょっとロマン派はリストが長いので、一部有名なものだけ読んできますね。まず、ボレロ、即興曲、編、胃腸調、ワルツ、オーパス34の1、オーパス42、64の3。ワルツ、エイハ短調、そしてポロネイズ、エイト短調、それか、プレリュード6曲。他にはウェーバーのロンドブリランテ、舞踏への勧誘、あとはシューベルトの即興曲オーパス90の2か3、
シューマンのウィーンの謝肉祭の道化パピヨン、森の情景から、あとはリストだとため息、ドビッシーチルドレンズコーナー、あとはイタリア人でズガンバーティマルトッチボッシーの中から中級のものを、まあ、この中から任意で1曲選ぶだけです。私はここはねちょっと、ね、楽させてもらって、日本でもすでに弾いていたシューベルトの即興曲オーパス90の2にしました。で最後に初見ですね。こんな感じのプログラムです。試験自体はね1時間ぐらいかかりました、まあ、イメージ的には一般的に、まあ、15歳16歳17歳ぐらいで受けるのがこの5年生の試験でしたね。一番大変なのはちなみに8年生の試験です。それはまた次回お話しできればと思います。この話が聞きたいなというリクエストがあったら、ぜひコメント欄に書き込んでください。いいねボタンも押していただけると嬉しいです。インスタグラムの方にも短い動画レッスンや演奏をちょこちょこ載せています。はるな.ピアニスト検索してみてください。ではまた、チャオ。